検定。検定は、五冠最後の皇帝。意味川教。霊帝、劉弘氏の実子で、小帝弁、劉弁の異母帝。母親は、美人の王久刺。死後は、義からは、皇昆皇帝。食官からは、皇敏皇帝。聖母の王久刺は、霊帝の寵愛を受けて、劉強を生むと、南皇后の嫉妬を受けて毒殺されたという。 母を失った劉教は、ただしという職夫が防室で養育された。一年後、霊帝の聖母の東大号は、劉教を引き取って養育したため、東皇と呼ばれた。中平五年、189年4月、霊帝が死去すると、劉弁が即位し、劉教は、没海王に封じられた。同年秋7月、陳竜王に奉される。当時、 朝廷では外籍であった南進の派閥と十条寺ら、観岸の勢力が対立していたが、8月に南進が、吉則殿の前で十条寺に暗殺されると、炎章らが拒兵して押し寄せ、混乱に陥った。数日で、観岸勢力は敗れた。しかし、その際に、新竜王は、朝廷と共に、長譲る、断景によって、美、落葉から連れ去られた。間もなく、 呂食らに保護され、帰還することができた。その後、朝廷の実験は、混乱に生じて戸へ入った東卓によって握られた。九月、朝廷が廃位され、高能王になると、代わって、陳竜王が、皇帝に擁立された。初平元年、190年春正月、東卓の戦王に反発した、遠征ら各地の死子や大衆が兵を起こすと、 朝廷は翌月に戦闘を決め、憲廷を長安へ移した。同三年、192年夏四月、憲廷の病気回復を祝い、御代殿で大規模な集会が行われた。そこで東卓は、復心の両婦に暗殺された。その後、王位が朝廷の政治を取り仕切った。ところが、一月余りで長安は、東卓残党の攻撃を受けて陥落し、政治の実権が、李覚や、 各氏らに奪われたため、元の木網となった。この頃、半島宅の兵を挙げた諸侯らが、各地に戻って拡挙したため、五冠王朝は内乱状態に陥った。公平元年、194年春正月、検定は厳服した。2月、亡き聖母に、礼所皇后の称号を送り、文み焼きに改装した。翌年2月、李閣と各氏の内紛が起こり、 検定はその権力闘争に巻き込まれた。検案元年、196年秋7月、要さ,さぐ、要表、藩明張長陽、東初らに要され、落葉へ帰還した。八月、曹操の被護を受けて、元に遷とした。これ以降、曹操は、官室の被護者として諸公に号令をかけるようになった。また、曹操は、対外的には、 官室の被護者として振る舞う一方で、検定の周辺から、馴染みのものを排除し、自らの息のかかったものを排すようにもなった。このような状況に憂慮した検定は、曹操が越見した時に、賃を大事に思うならよく補佐してほしい。そうでないなら情けをかけて退位させよと、中誠か上位のどちらかにするようちらつかせた。この時曹操は恐怖のあまり冷や汗をかいたため、 以降、宮中への三大を控えるようになったという。196年に、曹操の庇護を受けてから、ようやく、検定の王権は、安定を見たが、同時に、王朝での実権を曹操に掌握された。曹操の身分は、上昇、儀行、義王と、地位も上がっていった。これにより五冠は、検定在位中に、事実上の曹操王朝と言える状態に、変質してしまった。 検案19年214年には検定の皇后福祉が殺害され、検定は曹操の娘であった曹節を皇后とすることを余儀なされた。検案25年220年曹操が死去し、この曹費が義王を重ねくらいした。曹費とそれを支持する阿蘇の圧力で同年のうちに検定は皇帝の位を譲ることを余儀なくされ、 ここに五冠は滅亡した。この時に用いられた上位の形式は禅状と呼ばれ、後世において王朝交代が行われる時の手本となった。皇后である創設は官室への忠義として皇后の玉璽を手放すことを拒み続けたが、とはいえ、私があくまで拒めば、兄は陛下や私に容赦しないでしょうと探索して死者を激しくなじり、 天に祝福されないのかと嘆き、玉璽を放り投げ涙を流した。その場にいた者は、皆顔を上げられなかったと言われる。劉教は、宗秘、義の文帝から、三陽項に封じられ、皇帝という身分は失っても、皇帝だけが使える一人称、鎮を使うことを許されるなど、様々な面で厚遇を受けた。また、劉氏の御子で王に封じられていた者は、皆降格して、劣行となった。 液州に逃れて、曹操への抵抗を続けていた劉備は、劉氏の末裔であることから、曹操の儀王に対抗するため、冠中王を名乗っていたが、検定が殺されたという誤報が伝えられると、冠室の後継者として、皇帝を称した上で、職官、検定に対して、独自に皇帝皇帝の送り名を送った。また、揚州を中心に勢力を保っていた孫権も、豪となり、 大陸が、ぎくれ、食とで散分される三国時代に突入した。その後、劉教は、山陽皇婦人となった創設と共に暮らし、清流二年二百三十四年三月、五十四歳で死去した。義は、高婚皇帝と送りました。劉教の大使は父に先立って死んでおり、劉教の孫の劉康氏が、清流二年二百三十四年に、 祖父の後を継いで、三陽孔となった。銀より禅状を受けた、精神の時代になっても三陽孔はそのまま存続を許された。劉康氏は、大野康氏六年、二百八十五年に死去し、この劉金が後を継いだ。劉金は、大野康氏十年、二百八十九年に死去し、この竜秋が後を継いだ。栄華の乱の真っ最中の栄華三年、三百九年、竜秋は、 郷土系の官長国、前朝、流朝の将軍である旧具和の軍によって殺害され、爵位は断絶した。後に、東進の時代になって、三陽孔の末裔を創作する招徴が出されている。真偽は不明ながら、四世紀から六世紀にかけて、日本列島に渡来した渡来人の中には、県庭の子孫を称する者が多く見られる、大和の怪し三照。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。